生と誕生日もやったのと、何、今年も終わり、また終わったよ、今年も、あ、まだ終わった、今年もまた終わっちゃう、早いねっていうことで、今年もお疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、何それ、それも食べれるの、どんどん食べちゃわないと、なんだかんだ焼肉多いよね、人数多いと結局焼肉になるよね、あの打ち上げの時とかね、やってる時間が焼肉屋さんが空いてるね、うん、あ、すごい綺麗だよこれ、あ、これほら写真撮ろうと思って、これさ、撮るんですか、なんか見てこれ、やらしい、ひどいね、ほんこの人、なんでさ、ニョロはさ、すぐ下ネタ、下ネタが好きなの、大好きです、うん、好きっていうか、なんか、面白いじゃん、下ネタってないよね、子供みたいな、面白い感覚なの、面白い、めっちゃ面白い、子供みたいなやつだね、子供みたいなやつ、うん、下ネタっていうか、子供が言って喜んでみたいなやつを言っちゃうね、そう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 、脳で処理する前に口から出ちゃう、私はどちらかというとさ、思ったこと、それこそほら、ライブとか思ったことをずっと喋ってた、まあまあ、思ったことばっかりしか喋ってでもちょっとベクトルがこうビュッてね、すぐビュッてなる感じ、あのちゃんと宇崎さんは話に沿ってるじゃないですか、あ、そう、そんなことない、大丈夫、でも思ったことをすぐ言っちゃうタイプではあるよね、うん、で、あの最近は、うん、で何話してたのっけって感じで、うん、そうそうそう、こうそっちの方、こう何か話したら、あ、それでこうのこうのって言って、結局何の話だったっけっていう、ゆうかさ、そんなの昔から私たち、そういうの何の話だっけっていう、それがさ、最近ひどいと思うの、我々で、ここさ、結構さ、暖房すごい効いてない、今冷めたから、冷めてもらいましょうか、ちょっと暑いですかね、痩せちゃう、汗かいて願ったりかな、自分で言いながら笑ってます、痩せたい、気づいてどっちもいいですか、笑う時に笑ってやるのダメだよ、ねえ、お笑い芸人、お笑い芸人、ガチャ揺らして笑うのがダメだよ、結構お笑い芸人って言うんだったらまだいいけど、おじさん入ってるじゃん、おじさんって、絶対見れない、薄切りの上タンと厚切りの上タンです、薄切りの上タンと厚切りの上タン、もうやってるんだ、やば、同じこと思っちゃった、何マイケル、でも一歩先に言われた、何上タンって言ったの、上タンじゃなくて上タン、マイケル上タン、薄切りの上タンと厚切りの上タン、もう何この人たち、怖い、上タンが過ぎますね、人のダジャレ聞くとやっぱ嫌だね、これもう病気なんでしょうがない、発作なんこうなると思ったから、あのニョロさんに撮影はやめた方がいいんじゃないか言ったの、全然いいよ、日常会話ができなくなりますよ、日常僕たちもうね、ミュージシャンってひどいとか言われたら困るね、そうなんです、ミュージシャンってどんな周りに迷惑かけるかな僕は良くても周りに迷惑かけるもう焼けそうだよ、焼いてみる、うん、焼き慣れてますからね、うん、焼きおかさん、うん、焼きおかさん、焼きおかさんってなに、焼きおかさん、焼きおかさん、焼きおかさきなんて誰にも言われたことない、なんであなたですけど、そう、あの大好きだ、パパ焼きさっき今下のあの親父ゲームみたいにちょっと、ね、皆さんで焼肉行くとさきさんが結構焼いてくれるんですか、焼いてくれる、うん、焼いてくれんの、私が焼いてくれる、これ焼いてくれる、はいはい、はい、いつも焼いてくれる、いつも焼いてくれる、どうだっけ、うん、ほらここ、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 うん、今ダジャレ言うのも撮れた、待っちゃってるよ、今のヨッシー育造の言う価値はあるんだ、ヨッシー育造は何、おいしい、おいしい、よかった、皆さんでご飯行くときってどういうタイミングが多いんですか、皆さんね、仕事な、我々はよく
かの後に2人でライブ見に行った後に小腹空いたって言ったそうだね、うん、でなんか打ち合わせの前にご飯食べたりランチそうそうあランチもですね、うん、この人は結構うち食べれるさっきうち行って食べたりうちでもご飯食べたりランチ多いかもねランチもねみーちゃんも夜ランチによく行くねスタバに行って赤身の三種赤身焼きの塩でありがとうこのまま食べる、はい、大好きこれですありがとうございますすごい上手に焼けてる、ね、上手、はい、上手上手ハサミいらないの私はさすが焼き岡焼きこれ引けたよごめんやだ私、生まれてこの方、あなたたちと出会う前はそんなこと言われたことないよ。うん、まみんな陰で言ってたんだよ。焼き岡なんとかとまた焼いてるよ、焼き岡さっきは間違えたみたいなねねえねえ、ちょっと待ってあなたたちと会う前、子供だったからさえねえ、そみんなに言われたのみんなに言われたのねジャパオコさっきなんで、最後ジャパオコさっきって言ってくれないと美味しいねどこに行くのだよね、めちゃくちゃうまいっすね美味しいね、うん、なんか、これ美味しい、うん、美味しいビールがなかなか減らないね大好き何杯目3杯そうだよね早っえもう2杯飲んだのだってこれ普通の2杯飲んでたもんねやっぱり見てた見てよ見てたあー知らなかった早っでそれは何なのこれあの、ナンブル違う、レッドアイこれレッドアイナブルは知ってるこれはイチゴいきますちょっと待ってイチゴはい、イチゴイチゴじゃなくてイチゴイチゴじゃないイチゴうんどっちなのイチゴっていう人が多くない多いと思うイチゴ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 はい、あ、イチゴどっちでもいいんだけどねおありがとうございます。ほらこれ翔さんがくれたやつだよ。すごい。今日は忘年会なので。すごいそして。ほら翔さんありがとう。翔さんありがとう。皆さんで、うん、以心伝心ゲームをやりたくって知ってるみんな以心伝心ゲーム知らなきゃ4人この4人で4人でさきさんの何々はって言った時に、うん、せーのって言ってそれがみんな一致するのかバラバラなのかみたいなよし来い外した人悪者なんだよそうだよまあでも正解とかじゃないなんて言ってあ、はい、そうなのねみたいなちょっとエピソード含めていろいろ伺えたらな自分も私も言うんだよね私は私をが思ってるどうこれはい、はい、以心伝心ゲームスタートそんなのやってくれるんですねありがとうございますヨーヨーみたいなやつみんな頑張ってねイエスどんだけ仲がいいか分かるって話でしょそうですね行きますさきさんの口癖は言わないでください。言わないでください。これはいいというみんなあの考えて、考えて思い浮かびましたすぐ言えるけど数年前でしょ数年前パターン数年前パターンそんなわかんない一番八百長じゃん八百長でしょ、これ八百長八百長じゃあ、これよかったねさあ、いきますかやった、もう自信ないなはいせーのとはいえ全然違うよいろんなの企画してあります全然違う何だったのそれはあった変な話あそうだでもそうだ変な話ととはいえだとはいえって言ってたとはいえはとはいえが結構ちょっとえとはいええピザになってたえーとでも今もずっと言ってたしだいぶの状態のえーとえーとえーとって確かにだからピーちゃんはそのライブそこほとんどほとんどそこでしかあれだから合ってる俺も合ってる合ってた合ってたよかったえだから大輔が何だっけ変な話大輔にやった変な話え変な話してないのに変な話って最近はとはいえ違う最近はね違うの違うの電話かかってくるじゃん
って、あ、元気おはようと、違うのよ。いや、違くないな、合ってる、合ってる。違うのかな。でも最近ずっと違うのよって言ったら、だから、そうそう、だから。あれだよ、ヨロが一番最初に話した話じゃないけどさ、こうやって話をしてて本筋からどんどんずれていくさ、だから、違うのよで戻してるって切り返しのつもりなの。つまり言わせてるってことなんだよ。そうだよね。違う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 仕事とかさ、プライベートですね。そう、うん、変わってくるから。でもあれさ、誰か誰と思うってことで一心全身だから、真剣に考える話じゃない。そうだよ。誰かよね。本当に誰かじゃなくて。真面目に超大変。みんなが今持ってるから、みんなが知ってる人ねとか考えちゃった。せーの、ヨロ。これはだって、そう、ね、こういうゲームなんで、ね、こういうゲーム。はい、次いきます。さき、うん、さんが最後の晩餐に食べそうなものは。むずい、むずい、これ選ぶんじゃないかっていう。むずい、むずい。わかったの？うん、わかった。え、自分でもちょっとわかんないよ。思い浮かばないの。じゃあ、あなたに知らせてあげましょう。最後の晩餐。あ、オッケー、わかった。なんでもいいんだよね。せーの、寿司干し大根。すごい、なんかいろんな。でも寿司。寿司って言ったの？ここは一緒。切り干し大根。え、よく使ってません。シャンパンとか言っちゃう。晩餐だからさ。食べ物なんだけど、食べ物がだってさ、いや、てか思い浮かばない。で、最後の晩餐食べなくてもいいって言ってんの。あのね、聞いてんだから、こっちは。それ言わしたらもう。最後の晩餐食べなくてもいいってどういう。だってこれ最後の晩餐ですよってことなわけでしょ。だったら結構ですっていう。え、でも最後なんでしょ、はい、死んじゃうんでしょ、うん、だったら別にそのなんだろう、お腹を満たさなくても大丈夫。へー、でも最後に食べれるってなったら、すごいお腹空いてる。一品だけあげますよって言われる。めちゃめちゃ空いてるせ、私お腹空いてないんですよ、じゃあこれでもいいからって言われたら嬉しかった。はい、次、はい、次行きます。はい、さきさんが、うん、いつも持ち歩いているものは。うん、はい。でもいっぱいあるでしょ、そんな言ったら。本当だよ。ありがとう。なんかすぐ、あ、いつも持ってるものってふっとってすぐ思い浮かぶから。ある、うん、財布、携帯以外でしょ。そうですね。あ、それ以外か、うん、以外。え、思い浮かぶの。もう思い浮かぶ。だっていつも借りてるもん。あー、わかんないけど、多分まあまあ意外でも。じゃあ今そのニョロのヒントを念頭に置いて一心伝心しましたか。はい、はい、しましたか。せーの、ノーシュークリーム。全部バラバラじゃん。いろんな口に合わない。なんて言った。喉飴。あ、喉飴。ハンドクリーム。いや、リップか。走るじゃん、ここギューって取ってもう嫌だなって。あれがリップかハンドクリームか迷ったけど、そっちに。いや、私はリップって言っちゃったのね。ピーちゃんなんて。これ化粧道具だ。このやっぱり逃げた。もう分かんないから。なんとなくでも一心伝心してきた気がする。そうだね。ちょっとユナイト。続いていきます。うん、さきさんにここだけは直してほしいと思うところは。はい。いやー、え、それ1個しか言っちゃいけない。ひどい、ひどい。え、それは本人はどう答えるの。え、直したいところ。ここかなって。きっとこう思われてるんじゃないかっていうところね。ちょっと、僕だってライブの現場でしか、いや、でもそれでいい、うん、それでいいの、うん、分かった。それでいいの。え、じゃあいいよ。どうしてほしいと思う。せーの、せっこまかい。ピッチ。あれ、あと言ってないじゃん。言ってない、思い出せない。今、さっきは何て言った。細かいよね。いや、もう、何、歌詞覚えろって。つぶろ。あ、そういうのあったね。そういうのあった。あれ、なんで逃げてるの。なになに、直してほしいってこと。考えてんのね。直してほ
ました私。え、何この年末だからって。年末の海を出し切ろう。海をこれ一心一心ゲームだったそうだよね、だからそこ意地悪いけど結果ね、お題次第でえらいことになる。本当だよ、すべてがさ、私になってるから何か多分合わない。合わないよ、最初の頃の質問の方が合ったよね、ちょいちょい。じゃあ究極の2択をお題にするので、美咲さんがどっちを選ぶかっていう。ああ、そういう方がいい。そうだね、そうだね。嘘をつくのは絶対なしか、場合によってはありか。おお、これは私か、うん、全然わかる。嘘はあるかないか、せーの、あり。おお、親切になるからね。そうか、そう、嘘、そうよ、今日も綺麗でーすとか言うやつでしょ。いやいやいや、今言っちゃったそれ。いつも言われてるのが、それ嘘だって分かってんの。分かってる。じゃあ、ほら、何、そう、なんとか一心伝心。じゃあ、さっきの YouTube で誰とコラボしてほしいですか。あいいです。そんなの今一心伝心できないじゃん。むずいです。自分が思ってる。自分が見てみたい。さっきさんと誰かがコラボしてほしい。はいはいはい、あ、僕いるの。まあ、なんとなく。さっきさんだったら、普通に思ったのはサマーズさん。私ね、昨日ね、サンマ、昨日か、一昨日か、サンマさんと一緒だったの。マジで。サンマさんっていうか、大竹さん知ってる。もともと知ってるんだけど、大竹さん、サマーズさん知ってるんだけど、あ、そういえば、サンマーズさんとコラボ、あ、昨日大竹さんに言えばよかったなって、今度三村さんに会うから、ちょっと言ってみよう。見たい、見たいっすね。にやろは、高田純次。あやってなくてもいいんだ。うん、あの人はなんかすげえ適当な感じがすごくシンパシーがあって最高に。いや、究極だと思う。高田純次さんと街ブラしてほしいです。あー、いいね。あー、めっちゃよ。はい、はい、誰、あなた。だって、違うよ、大輔が私、かまいたち、濱家さんと仕事したときに、で、なんか喋ってて、大輔が、え、かまいたちさんとコラボお願いしたらいいですよって、大輔が言ったの。そう、そんなのありって、え、言ったらいいですよとか言って、え、じゃあ今言うとか言って、大輔とこうやって、酔っ払って、こうやって電話でね、ずっと電話でよく喋ってるんだけど、夜中、すぐに LINE しちゃおうって言って、やろうって言ったら、あ、ぜひぜひとか言って、もうね、この YouTube はね、じゃあこの100万回再生超えた動画だって、一番最初の料理動画大輔が撮ってくれたやつでしょ、うん、何様様、大輔様。そうやってなんか、ニョロもそうだけど、大輔もピーちゃんもこういう欠かせない人たちが周りにいることによって私は形成されてるわけで、一人じゃやってこれないし、やってこれなかったし、今後もやっていけないし、ね、でも気をつけないとやっぱりさ、ね、一人歩きうわーとかってさしちゃいそうでもあるわけじゃん、こういう仕事って。ずっと初心の気持ちを忘れずに歩いてるよね。どうピーちゃん。大事だと思います。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daisuke. 自分か。え、素敵。あ、おめでとう。Happy birthday. ありがとうございます。で、これ吹いても吹いても吹いても吹かないやつだよ。吹いても、吹いても、あの、止まらないやつだよ。え、大輔、誕生日おめでとう。ほら、いい日ね。あ、なんか素敵な。はい、大輔、誕生日おめでとう。これ、開けて。これ、布団乾燥機なの。あなた、家電好きでしょ。大好き。そう、それをスイッチ入れるだけ。なかなか布団乾燥機は、
結構私も持ってるけど、めんどくさいのが多くて一箇所に置いとくとバーって全部乾燥されるの。そうよ、すごいね。布団乾燥機って昔はもうちょっとなんか、なんていうの、広げなきゃいけなかったじゃん、ね、なんか膨らむやつ、ね、そうだったじゃない。これはさ、入れてさ、ポイって置くだけだから。ありがとうございます。え、なんか良くない？ルルちゃんも、ルルちゃんも、はい。何これ？バカラ。マイブラシ？意外とこういうのをもったいないからって使わなくて、うん、メルカリで売っちゃうの？いや、売りはしない。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。2023年2月から YouTube 始めまして、年内に10万人達成したりとかして、本当に皆様のおかげで、スタッフの皆様もそうですけど、見てくださってる皆様のおかげで、10万人達成もいたしまして、こうして楽しい忘年会もしつつ、2024年、引き続きよろしくお願いします。本当に、昨年はどうもありがとうございました。今年もまた24年楽しいメンバーで、お送りしていただきたいと思う。もう入ってないんだけど、乾杯。どうぞ今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。